キーちゃんケージはあるんだけど、でかすぎて野放し状態にしてくれてるの。あったかいからいいねんけどな。チャーさんと僕と大和高田の優しいお母さんが助けてくれて、ジオラマ食堂の2階に来てるんだよ。でもちょっと聞いてくれる？なんか最近な、僕の尻尾をブンブンシャカシャカと間違えて子猫がいたずらしよんねん。尻尾にな、飛びついてくんねん。おもちゃとちゃうっちゅうてねんけどな。みんなな、僕のな、体がでかいんでな、なんかおもちゃにしよねん。それともう一つ、ただで管理人させられてねんで、2階の子供らの。だから僕をこれから、管理人のキーちゃん、管理人のチャーさんって呼んでください。じゃあ、今日もよろしくお願いします。じゃあね。